金本東兵は日本の柔道家、武徳会武道専門学校在学中に栗原民浦としのぎを削りその将来を職望され、後に五大礼記念展覧武道大会に出場するなどした。一方、20代半ばにして北海道に渡り、北海道帝国大学や旧正札幌第一中学校にて行進の指導に、尽力、以後半世紀近くの指導歴で、 多くの門人を育て今日の北海道柔道会の礎を築いた。今里離、直島の島々瀬戸内海に浮かぶ直島、香川郡直島村の網元の家に生まれた。幼少時より、無造流柔術を学んで、旧世王家は中学校時代に、行動館へ入門。初段を取得して、同校を卒業後は1914年に、京都の武道専門学校へご帰生として入学した。 竹仙の同期には後に、昭和天覧寺愛を制する、栗原民夫や山口孫作、高橋正夫、三村帝吾、中村修光、三好安郎らがおり、ここで、磯貝はじめ、長岡周一、佐村嘉一郎、田端翔太郎といった、藩士、教師のほか、竹仙一期生で、金本らと入れ替わりで卒業し助手を務める二歳年長の、小形源氏の指導を仰いだ。 身長百七十三センチメートル、体重八十三キログラムと恵まれた体格の、金本は人一,一倍稽古熱心で立ち技にも寝技にも、長寿仙二寺、竹千0年時の九百十八年五月の大正天皇五大天宝祝伏見宮みや、五大乱試合に出場した。栗原と共に将来を職望された金本だったが、稽古の最中に膝を痛めて四ヶ月間の休養を余儀なくされ、 栗原にやや差をつけられてしまった。このため二段取得も1916年1月まで持ち越しとなっている。焦りを覚えた金本は膝が感知せぬまま稽古に復帰し、それでも最初は不安で寝技中心の稽古をこなした。寝技はいよいよ強く上手くなっていったが、一方でこの判断が、あだとなり剣本にとっては、後々まで膝の傷病に悩まされることに、 本人も後に無理がたたって膝は生涯の個室となりました。負傷、特に膝は完全に治しておかなければなりません。私が良い見本ですと語っていた。1918年に三段くらいで、竹仙を卒業後は、金沢医学専門学校、石川市範学校、県立工業高校、第二本部特会石川支部で教師を務め、その後は、郷里の香川県に戻って、 香川市範学校、県立農林学校、大日本武徳会香川支部らで、更新の指導に当たった。1924年には、旧制札幌第一中学校を全国優勝に導いた1920年に、北海道へ招かれて、北海道帝国大学や、旧制札幌第一中学校、札幌鉄道学校、大日本武徳会北海道支部にて市範を務めると、共に、 札幌市南十二町に四十三丁目で金本柔道塾を創設して青少年の育成にあたった。1924年8月に東京高等師範学校主催の全国中等学校大会で札幌第一中学校を優勝に導き、1934年には第21回全国高専柔道大会で北大余科に念願の全国優勝をもたらした。 またこの間、1924年5月に、第2本部特会より教師号を受けたほか、選手としては1929年5月に5体例、記念天覧武道大会に出場を果たし、青木武士安藤金作、栗原民夫との予選を勝ち抜くには至らなかったものの、名誉ある指定選手としての出場を果たしている。1931年1月には、行動館の6段位に列せられた。 金本の指導は厳しかったが情熱があり、文下には、島本雄造や森口二郎、柳沢仁之介、江口はじめ、鈴木菊男、白岡正美などの顔ぶれがあった。同じ頃、札幌主犯学校で指導に当たっていた松崎太平と共に、北海道の柔道振興に尽力し、戦前には、東北、北海道、カラフト対抗試合の開催を実現。戦後は、 札幌柔道道公会を結成して、北海道柔道会の最高を図り、1952年には東北、北海道の対抗試合を復活させている。北海道柔道連盟では、松崎の後を継いで理事長の重責を担い、北海道の金本として、なお知られ、周囲に慕われた。金本は得意技を問われた際に、これといって得意な技はありません。 立っても一通りの技はしますが、強いて言うならば寝技でしょうと述べており、万事このように控えめな性格であったという。その功績から1958年5月の、可能師範20年祭で球団くらいを受け、1964年に69歳で、他界したが、その技量と人柄を慕う多くの門人たちが、金本会を結成して、遺徳を忍び、1976年には、 同会から金本東米が発刊されている。ありがとうございます。